今回は2023年5月から8月にかけて断続的に新たな禁止改定についての方針が発表されて以後に、新たな方針に基づいて3回行われた禁止改定について振り返り、この3回でどのようなカードが禁止されたかをおさらいしつつ、ウィザーズが禁止改定で何を目指しているかについての私の考察をいろいろとお話しさせていただきたいと思います。2023年8月以降の禁止改定の内容に対してのネットの MTG プレイヤーの反応を見ていると、なぜあのカードを禁止しないのかという不満の声が多いように感じられ、とりわけ直近の禁止改定、つまり3月11日においてもパイオニアのデッキアマリアコンボから禁止を出さなかったことについて、特に日本では海外よりもはるかに強い不満の声が上がっている印象です。今回の動画ではなぜウィザーズはアマリアコンボから禁止を出さなかったのかについてもお話ししようと思いますので、現在の禁止の方針に納得がいかない方も、逆に納得されている方もお付き合いいただけますと嬉しいです。まずはじめに2023年5月から8月までの期間にウィザーズ公式記事やウィザーズ公式配信ウィークリー MTG にて断続的に発表された今後の60枚フォーマットにおける新たな禁止改定の方針について振り返っておきます。情報ソースがあちこちにとっちらかっている上、公式記事に記載されている内容もどうにもふわっとした表現が多いですが、ウィザーズからの発表内容をまとめると今画面に出しているような内容の通りとなります。かいつまむと、禁止を出すのは基本的に毎年秋の大型セットが出る直前の年1回だけである。ただし新セットが発売された後でどこかのフォーマットで守護フェリダーレベルの環境破壊が起きた場合に限って禁止改定を行う。その際ローテーションのないフォーマットではスタンダードよりも禁止を出しやすくするということのようです。ウィザーズがこの方針を出すに至った理由なのですが、以前の60枚フォーマットにおいてはスタンや下環境でそれはもう頻繁にポンポンと禁止カードが出ていた時期があり、新たにフォーマットに参入したくてデッキを組むために高額カードを買ってもすぐ禁止されてしまい、結果としてフォーマットに新たに参入することへの敷居が高くなってしまっていました。それに対する反省としてこういった方針が打ち出されたのだと思います。ガチガチの競技プレイヤーは別として、新しくデッキを組んでフォーマットに参入してもすぐ禁止になるのでは、金額面でのハードルが高すぎますので、私としてはこの方針には賛成です。とまあこれがウィザーズが発表した新たな禁止改定の方針なのですが、日本においては某国内大手 MTG 関連メディアが基本的に年1回しか禁止を出さないのはスタンダードのみである、スタンダード以外の下環境では今まで通り毎回禁止を出すという違ったニュアンスの情報を拡散したことで、スタン以外は新セット発売ごとに毎回禁止が出るという認識が広まっているようです。私が先ほどまとめた内容と某国内大手メディアが拡散した内容、どちらが正しいかは皆様に判断を委ねますが、口述します通り、実際には2023年8月以降スタン以外の下環境での禁止カードの枚数は明らかに減っていますので、一旦この動画では私がまとめた内容の方が正であるという前提で進めさせていただきます。ここまでは2023年8月に発表されて以来現在まで続く禁止改定の新方針についてお話ししましたが、ここからはこの新方針に基づき各セット発売後の禁止改定においてどのようなカードが禁止されたかおよび禁止されなかったかについてお話ししていきます。まずは禁止改定の新方針が発表されてから最初の改定であり10月17日に行われたエルドレインの森発売直後の禁止改定についてです。この禁止改定では新方針になってから初の禁止改定だったということで、ウィザーズが本当に禁止を出さないのか、あるいはやっぱり方針転換して大量の禁止を出してしまうのかについて世界中から注目されていましたが、蓋を開けてみるとスタンからヴィンテージまで全フォーマット禁止なしでありました。さらには従来は禁止改定のたびに毎回発表していたスタンからヴィンテージまでの各フォーマットの現状および今後禁止を出すかもしれないカードについての談話もなく、ウィザーズは本気で年1回しか禁止を出さないつもりなのだとプレイヤーに強く印象をつけることとなりました。当時の私としてはあれほど禁止を出さないと言いつつ禁止を出してしまったのなら、禁止を出さないというウィザーズの言葉を信じて高額カードを買ったプレイヤーが浮かばれませんので、この時は禁止が出なくてよかったなと感じておりました。しかしながら結果論ではありますが、この時禁止が出なかったことにより当時のモダンのメタゲームで最強デッキだった
ラクドススキャムの使用率が急激に上昇し、ラクドススキャムの MO チャレンジのベスト32における支配率が 50% に迫るなど、モダンのメタゲームが異常なものとなる一因を作り出してしまうことにもなります。そしてモダンプレイヤーの間からは、あの時ラクドススキャムから禁止を出していればこうはならなかったのにと、ウィザーズを批判する声が上がり、海外ストリーマー界隈ではモダンのプレイをやめて抗議の意思を表明しようという動きも出始め、MO の各種モダントーナメントの参加者数が激減する事態にも発展しました。次の章で話しますが、このモダン環境の荒廃とプレイヤーからの猛烈な批判を受けて、次の禁止改定ではウィザーズは少し方針を修正することになります。次は先ほど話した禁止改定から2ヶ月経った12月4日のイクサラン失われし洞窟発売後の禁止改定についてお話しさせていただきます。この禁止改定の折には、先ほどお話しした通り、モダン環境がラクドススキャムの一強となる異常事態であり、それに加えてパイオニアにおいてもイクサラン失われし洞窟に収録されていたクリーチャーである資質鑑定士を使った実質1枚コンボかつ3ターンキル可能なコンボデッキ資質鑑定士コンボが登場し、これに勝てないデッキがパイオニアのメタゲームから完全消滅するという、これまた異常事態が発生していました。前回の禁止改定で2024年の秋まで禁止は出ないということが強くプレイヤーに印象付けられたこともあり、今回もモダンやパイオニアで禁止が出なかったらいよいよやばいという危機感がプレイヤー間で流れましたが、ここではさすがにウィザーズが動きました。問題の起きていたモダンとパイオニアの2フォーマットにて新たに禁止カードが出ることになります。モダンにおいてはラクドススキャム弱体化のために劇場、さらにラクドススキャムと並びモダンで無茶苦茶なプレイングを可能にしていた豆の木を登れが禁止されました。またパイオニアにおいては資質鑑定士の禁止により問題を起こしていた資質鑑定士コンボが消滅、そしてそのついでに緑単身人で重要な役割を果たしていた大いなる創造者カーンも禁止されました。資質鑑定士については禁止は納得ですが、大いなる創造者カーンについてはちょっと疑問です。環境に重大な悪影響があったとは感じませんし、禁止するにしても緊急に禁止する必要はなさそうで、2024年秋の禁止改定で良かったのではと思っています。そしてもう一つ、この禁止改定で特筆すべきなのはエルドレインの森発売後の禁止改定では行われなかった各フォーマットの現状や禁止を検討しているカードについての談話が復活したことです。エルドレインの森発売後の禁止改定で談話がなかった理由を考えてみますと、おそらく何事もなければ2024年秋まで一切禁止なしのつもりだったからなのではと推測しますが、実際にはエルドレインの森発売後のモダン環境の荒廃で猛批判を浴びてしまったことを鑑みて、少しだけスタン以外の環境で禁止を出すことへの態度を軟化させたように感じますね。なお、この禁止改定では禁止だけでなく解禁もあったのですが、解禁については割愛させていただきます。次に、この動画を出す時点においては直近の禁止改定であるカルロフ邸殺人事件発売後の3月11日の禁止改定についてお話しします。この禁止改定で禁止が出たのはモダンのみです。禁止されたのはティムールカスケードとリビングエンド、いわゆる俗称系デッキのキーパーツだった暴力的な突発でした。前回の禁止改定でラクドススキャムが弱体化させられて以降、ティムールカスケードとリビングエンドの2デッキは急速にモダンのメタゲームで支配率を上げており、2月に全世界で行われた地域チャンピオンシップにおいてもこれら2つの俗称系デッキが目覚ましい戦績を上げており、それに対してのレスポンスとして禁止が出されたようです。この禁止改定が出た当時の私の感想としては、ティムールカスケードとリビングエンドは確かにモダン最強デッキでしたが、支配率がそこまで高いわけでもなく、禁止するにしても2024年秋で良かったのではと思ったのですが、よくよく考えてみるとエルドレインの森発売後の禁止改定でラクドススキャムから禁止が出なかったことで、その直後からラクドススキャムが暴れてモダンが荒廃してしまったので、その二の舞にならないように手を打ったということなのかもしれませんね。そしてもう一つ、この禁止改定では特筆すべきことがあります。それはパイオニアフォーマットに存在し多くのプレイヤーから禁止が望まれていたアマリアコンボから禁止が一切出なかったことです。これについては特に日本のプレイヤーの間では一番不満に思われていることだと思いますので、次の章にてじっくりと深掘りしてお話しさせていただこうと思います。というわけで、この章では
アマリアコンボが禁止されるべきか否かについての私の考えをお話しします。結論を最初に申し上げますと、私の意見は禁止されても仕方ないが、やるなら2024年秋にすべきです。そもそもアマリアコンボの何が問題視されているかについて振り返っておきますと、まずアマリアコンボのメタゲーム支配率に関しては全く問題ありません。リゼットフェニックスに比べればはるかに低いです。一方でアマリアコンボはアグロ全般に対して圧倒的に強いため、メタゲームからアグロを減らしてメタゲームの多様性を損なわせているという点では大いに問題があります。さらにはコンボ開始からゲームの決着までに時間がかかる上、コンボ中に対戦相手からの妨害により無限ループに陥り、ゲームが引き分けになってしまう可能性もあるため、大会運営に支障をきたすという点でも問題です。その上、パイオニアは従来メタゲーム上位に食い込むコンボデッキは軒並み禁止される、コンボデッキに厳しい環境であり、そうであるならば前例にのっとってアマリアコンボも禁止すべきではないかというのもその通りです。そんなわけでアマリアコンボは禁止されても致し方ないと思います。しかしながら現在のウィザーズの禁止への方針は、よほどのことがない限り禁止は毎年1回秋だけというものであり、1枚コンボかつ3ターンキル可能である点が問題視され、2023年度禁止改定で禁止された資質鑑定士に比べれば可及的速やかに禁止しなければという緊急性はおそらくないでしょう。そして先日の MTG 公式配信ウィークリー MTG にてウィザーズ社員のダンマスターさんが語ったところによると、ウィザーズ側もアマリアコンボの問題は把握しており、現在禁止すべきかどうか注視しているとのことですので、今後アマリアコンボの使用率が今以上に高くなり、パイオニア環境に今以上の悪影響がもたらされることがもしあれば、その時にはちゃんとアマリアコンボから禁止を出してくれるものと思います。最後に今後の禁止改定のスケジュールにつきましてまとめておきます。まず次の禁止改定はサンダージャンクションの無法物発売後の5月13日であると予告されております。そしてその後には6月のモダンホライゾン3、7月のアサシンクリードが控えておりますので、これらのセットの発売後にも禁止改定は行われるものとみられます。そして8月のブルームバロン発売の数週間前にはウィザーズが年に一度と宣言している秋の大規模禁止改定が行われる可能性が高いです。以前からたびたび話していることではありますが、禁止を出すのは基本的に年1回という禁止改定の新方針は、高額カードを買ってデッキを組んでもすぐ禁止されてしまうという事態を避けるためのものですので、なるべくなら禁止カードは出るよりは出ない方がいいです。8月までどのフォーマットも問題が起きず禁止カードも出ないことを心より願っております。以上、2023年8月以降に行われた3回の禁止改定の内容とそれについての考察でした。皆様は現在の禁止改定の方針についてどう感じておられますでしょうか。コメント欄でお聞かせいただけると嬉しいです。今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。